はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズでは前回の続きからやっていきましょう。ドーマの神殿続きですね。このまま奥へ進んでいきたいと思います、というところなんですけれども、結局さ、下に降りるのってどっちなのっていうのがよくわからないまま来ちゃってるけど、ここはまた、あ、イベントっぽいのが起きてるね。あれは、待ちかねたぞ、アルム。いや、今はリゲル皇帝ルドルフ2世か。ベルクト、どうだ、ソフィアとリゲル2つの国を手にした気分は。さぞかしいいものだろうな。俺には知りはしない。ベルクト、僕はそんな風には思っていない。リゲルの人たちもいきなり僕が皇帝だなんて認めてくれないよ。でも僕は父さんに託されたこの国を、いや、このバレンシアを守るためならどんな苦労も厭わない。これからこのバレンシアは困難な道を歩むことになる。だからベルクト、君も力を貸してくれ。僕よりずっとリゲルの人たちから信頼されているじゃないか。それに君は僕のいとこなんだろ。僕に血のつながったいとこがいたなんて夢みたいだ。僕たちきっと仲良くなれるよ。一緒に力を合わせてこのバレンシアを。黙れ。え、おとなしく聞いていればよくもまあ、高いところから偉そうに。力を合わせる、笑わせるな。力はな、競うものだ。戦わせるものなんだよ。ベルクト、その姿は。フェルナンが言っていたのはこのことだったのか。アルム、ベルクトはおそらくドーマの力を得たのだ。もう我々の知る彼ではない。そんな、美しいだろ、俺の愛するリネアは。なんだって、君は恋人をドーマに捧げたというのか。なんてことを。そこまでして力を得て何になる。ようやく気づいたんだ、力は俺の裏切らない、欺かない。血のつながりも、共に過ごした日々も、何の意味も持たぬ。この世で信じるに値するのは己の力だけだとな。父さんが君を裏切ったとでも言うのか。違う、父さんは君のことを案じていた。僕よりそばにいたのになぜわからないんだ。うるさい、黙れ。綺麗事を聞き飽きたんだよ。さあリネア、一緒に行こう。あいつを片付けたら結婚式だ。ベルクト、まあとりあえず結構狭いねこれは。とはいえこれ何、回復できる余地帯。こいつらだよな。まあロビンを出して、マチルダもまあここら辺に置いておいて、この魔法陣陣取られるのちょっとやだな。でもまあただ最初は敵の範囲外にいよう。おわ、ああ回復するのね。しかも呼んでくるのか。
増殖するのか。めんどくせえ。魔法はちょっとさすがにぶっ倒しとこう。ハンターボレー使うか。あれ、ここって反撃を食らうとこだったね。え、変わらんじゃないか。クリティカルにかけるか。そうするともう一発無理か。マチルダお前んだそう。かわされたー。ほらっていうかさ、ここでさ死亡したらさ復活の泉とか使えねえじゃん、よく考えたら。ちょっとずつ減らしていくか。まあ、9だけでもね減らせられれば。あとはジーク、さすがに早いませんし。結構食らうね。クリティカル55、頼むぞマジで。クレイ、ナイスだ。さすが頼れる。あとはここの魔戦士あるんで倒すか。11ですかい。まあ、ちょっと減らしておこう。よし、これで減らしておけばなんとかなるでしょう。かわされた、マジかよ。今日は体が軽いや。クレアを出す前にここに出しておく。倒せるは倒せるね、当たればだけど。よし、ナイスクリティカル。ここはあれなのかな、あー 20% の回避率があるね。イリュージョン使っとくか。ちょっと2人しか召喚されない。あれ、魔戦士が召喚されてんだけど。ロビンを狙ってくるか。かわせない。っていうか2回食らったら死ぬんだけど。これやばくないか。うお、ギリ、超危ねえ。ちょっと待ってよ、上のやつが来るんじゃないか。来た来た来た。やられた。まさかロビンがやられるとは。これは復活できないぞ。キラー棒を道具袋に送った。甘い甘い。この目ん玉くんも厳しい戦いになってきたぞ。これは頑張れ頑張れ。結構強い。ぶっ倒すんだけど。いいねいいね。魔法はマジ厄介だからな。で、魔人はね、ちょっと魔法でなんとかしないとめんどくさいからな。エクスカリバー35か。だいたいサウニオンさ、どんだけ当たるのよ。あ、そこそこ当たるね、でも。よしよしよし。じゃあ、ここ、マチルダに任せるか。で、この魔物もエクスカリバーをちょっと一回当てよう。21、アルムいけるか。いや、いけないな。硬い、マジ硬いんですけど。魔法で攻めないとダメか。クレア一応倒せるは倒せる。
て、リブロで回復させよう。感謝します。で、ちょっと退避しよう。まあ戦士をここに送るか。あとはこの目ん玉くん邪魔。終わりだ。己の責務を果たすだけだ。よし、魔戦士くんがなんとか壁になってくれるかな。これは別にいいわ。もうむだよ1 あ、これはしょうがない。こいつをぶっ倒してくれっかんな。よしよしよし、徐々に回復をして、こいつはあの射程を知りたいからな。あれ、これ何、全然射程なくね。力の豪華祈り、もうリネアとかなんかすげえなまあいいや、とりあえず動いては来ないから、まだちょっと外側から OK 料理していこう。ロビンがやられた恨みマジで晴らさなくては。エクスカリバー、ゴー。やれやれ。で、こいつはこいつ、ここで終わるわけにはいかない。ドビンがいなくなっちゃったからな、外側から攻撃できなくなってしまった。ティータとりあえず、いやもうめんどくさいからリザーブかけっかはい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 はーいと。君がここまでやるとは。で、こいつで回復させればいいわけでしょ。こいつ全然ないもんね。123サウニオンとか当たりそうだな。これさ、俺も回復するのかなよくわかんないけど。あれ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 、なに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 、そういうことそういうことですか。いや別にグレイのせいじゃないよ。うわ逃げろいやお前はもういいわ。ちょ待って、マジで待って、これ逃げて、ロビン死んだのマジ痛いわ。ちょっとこっちにしよう。一旦ちょっとエフィこっちの方にやって、シルクで回復させて、助かったぜ。もうちょっと一気に詰め寄るしかないよね。こいつらがここの射程に入ったってことは、もう一回作っとく。こいつだけ作れんの違うわこっちか。マチルダいくつ倒せるは倒せる。マチルダが死ぬのはな、ちょっとごめんだけど、とりあえず行こう。もうこれはしょうがない。うわー、めっちゃ回避率高えわ。でリブロかけよう。クレアは無理。こいつもうちょっとなんか死んだら怖いしな。アルムとか絶対ダメでしょう。あ、回復うお、エンジェルか。なるほどね。ベルクト待って、うお、やられたやられたぞ。どうする。とりあえずよ、こいつはイリュージョンかけよう。
で、マチルダちょっとマジで回復させてから攻撃しないとやばいよな。絶対当たるってやつないの？絶対当たる。命中プラス20。でも後手でしょ？できればもうこれで倒したいんだよな。てかなんでさ、あれが減ってんの？こいつらのあれ？マジで？魔法とかだって。さてマジでどうする？こいつ先にぶっ倒すか？魔法だったらだってこっからいけるもんな。エクスカリバーとか。いやいやいや違う違う違う。クリティカル率が減ってるんだ。すげえ悩むわマジ。これがね絶対当たるって言うんだったらね行くんだけど、獅子王の構え 66% か。ただ攻撃は1回、 46% が2回。これは 46% が2回の方がいいな。頼む。よし、ぶっ倒した。すまない、君に恨みはないが祈りの指輪、マジで恨みはないがしょうがない。でこっからさ攻撃すればいいんじゃん。エクスカリバー減ってこ、これでで多分マチルダがあれになってくれるでしょ。でこれはさすがに、あそうか、アルクバリスとかあんのか、使おう。シャキンと来い。来ない。1、あとはちょっとアルム無理か。こいつも攻撃はできない。まあこれ削っていくしかないわ。10、そうか、回復するのか。しかもこれってさ何いってー、頭すぎる。1回に10以上与えないといけないってこと？いやさすがに強いね。リブローはかけよう。ありがとう。だからエクスカリバーがあれだよ、クリティカル出てくれればいいんだよ。アローとかオーラとかどうなの？ちなみに36、34。いやこれだったらクリティカルにかけた方がいいな。無理かで、このアルクバリスタ結局さ1しか当たんないからいいわ。やっぱりだったらちょっと一斉攻撃入れるところに全員を配置しようで、騎馬兵だからそうか、ナイトキラーが役立ちそうだな。最後はちょっとクレアに攻撃させるっていうのも全然ありだな。リカバーつけとこう。で、あーやっぱりそれなりにでもマチルダもいけるね。回復されるけどしょうがない。偉大、ちょっとずつちょっとずつ削る。いやマジ強いわ。ちょっとエクスカリバーマジでクリティカル出てくれ。よし来たー、ナイスだ。これはでかい。マチルダもう倒そう。アルムがどうとか関係ないわ。いやこっちだってさ、ロビンやられたんだよマジで。ベルクト、君はもう終わりだ。いやもう俺たちも終わりだよ。もうすげえこの先やっていける自信がない。出会えた僕のたった一人のいとこ、こんなことになるなんて。何がいとこだ、鬱陶しい。さあ人思いにやるがいい。これでお前は唯一無二のリゲル王家の末裔だ。ベルクト、まだそんなこと。ベルクト様、リネア、リネアなのか。
ルクト様、たとえ王冠がなくても玉座や城がなくても誇り高いあなたはいつでも私の皇帝でした。ただそう、ここがあなたの国ではなかっただけ。さあ行きましょう、私たちの王国へ。私を公妃にしてくださるんでしょう。そうか、そうだな。神の力などにすがりついたあの時、リネアの愛した俺は死んでしまったんだ。すまないリネア。さあ今度こそ一緒に。ベルクト、アルムか。これを、これは指輪。俺の母の形見だ。何かの役には立つだろう。ベルクト、やだよこんなの。僕を一人にしないでくれ。一緒にリゲルを立て直そう。父さんの話も聞かせてくれよ。まったく、どこまでも甘いやつだアルム。どうかこのバレンシアを、神の血ではなく人の血に。人がもう二度と神の力に踊らされることのない世界に。お前ならきっと。ベルクト、ベルクト、なんでだよ。どうしてこんな。父さんも君もせっかく会えたのに。片身の指輪を手に入れたって、俺が泣きてえよマジで。ロビン失ったんだからさ。あ、セーブができる。あんまりセーブしたくねえけど、戻れないっていうのがな、痛いよな。マジか、復活の。あ、これなんかあるね。記憶のかけら。ロビン、ロビンがいなくなってしまった。なんてことだ。もう取り乱すしかない。復活の泉マジでないのか。というところで、じゃあとりあえずベルクトを倒したので、今回はこれで終了したいと思います。まあこっちもね、ロビンというスーパーエースを失ってしまったけれども、この先が不安でならない。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。